りました。今の取れたかな。今尺玉上がったんですけど、花火って音はいいですよね。お、かわいい。音がね。お、おお。この音が好き。声で分かったよ。結構ね、人が一番端っこなんですけど、人がいます。綺麗だな。あの明かりは提灯なんですね。ほらこれ、あ、花火、大きい。尺玉の半分ぐらいかな。いやー綺麗だね。一番端っこはやだ。ちょっと桜を撮ってみます。ほらこのぐらい咲いてる、あ、ほとんど咲いてるね。八分咲きぐらいですか。お、常陸大宮市市政施行施行施行、15周年記念だって。もう15年になるの。15年、そんななるっけ。まあいいや。もっと歩いていくと向こう親水公園では、出店が出てると思います。たくさんね。これは尺玉。おお、この音がいいんだよね。何回も言うけど音が好き。一度ね、あの群馬のあれはなんかなんとか峠とかっていうところ通ってる時にちょうど花火が上がってて、ものすごい音で、あの山にこだまして、すっごい音で、あの忘れられない花火が、忘れられないにしちゃ忘れてますけどね、なんとか峠とかっつって、でも音は覚えてます。すごかったですね。その時から花火って、あー音がいいなって思うようになりました。それじゃあもう帰りは寒い。あ、上がった。またなかなかいいですね。
いいですね。あれスターバインって言うんでしょ。上がりました。 あれは何でもないの。あった。おーすごい、玉屋とか言ってるお、これって新しいっぽくない、この花火は。なんかチカチカして、人長毛の花みたいです。あーなんか素敵ですね。橋幸夫さんの、三の笠とかクラゲかみたいな。あー綺麗だなー。おー綺麗だねー。いやすごいね、綺麗じゃん。おー上がりましたね。あれは尺玉です。だーかな、ね、さ最後に桜を写して、おここは全然咲いてないね。こんなですよ、咲いてない。木によってバラバラです。それじゃさようなら。